どうも、クーガ FC のクーガです。いつもクーガ FC をご覧の皆さん、こんにちは、こんばんは。はい、ということで今回は2023シーズン J2 リーグの前半戦が終了したということで、これからまあ後半戦残り21試合になってくるんですけども、 J2 の頂という景色を見るにはどういった条件が必要になってくるのか、簡単ではございますが説明していけたらなと思っております。どうか最後までご視聴ください。はい、ということで今回はこちらのボードを見ながらちょっと説明の方させていただきたいと思います。まずなんですけども、我々ファジアーノ岡山前半戦21試合を消化してどうだったのかということなんですけども、まあリーグ前半の方はですね、6勝11分け4敗と、なっております。順位の方は現在10位ということで、勝ち点は29ポイントとなっております。そして次節からいよいよ後半戦になるんですけども、残り21試合でございます。残り21試合、すべて全勝となってきますと、63ポイント獲得できることになります。なので岡山が今シーズン一番最高の勝ち点を取れるとしたら92ポイントとなってくるわけなんですよね。現在29ポイントで、そして残りの21試合全て全勝してしまうと63ポイント入ると。なんで63ポイントと29ポイント出して、岡山の今シーズン最高は92ポイントとなっております。現在の J2 リーグの首位が町田ゼルビアさんでございます。そして現在勝ち点が45、これはですね、日曜日の午前中に撮影しておりまして、21節を戦い終えてないのでまだ現在45となってるんですけども、今日の試合で負けた場合は45変わらないです。で、引き分けた場合は46で、今日勝った場合は48ポイントとなるんで、つまり何が言いたいかと言いますと、まあ、現在首位を走っている町田ゼルビアさん、そして2位につけている大分トリニータさん、3位につけている東京ヴェルディさん、まあ、こちらの上位のチームが92ポイント、岡山の最高ポイントの92ポイントを足した時点で岡山の J2 の頂という景色は見れないと、ああいった感じになります。現時点での町田ゼルビアさんの勝ち点をもとにこちらを差し引きしていきますと、今日の試合で町田さんが負けた場合は、町田さんが残り47ポイント勝ち点取るまではまだまだ全然 J2 の頂ありますよと。今日引き分けた場合46ポイントまだ取れるまでは可能性ありますよと。町田さんが今日勝った場合でもまだ44ポイント J2 の頂を見れる景色が残ってると、ああいった感じになるんですね。こちらの44ポイントを町田さんがここからさらに積み上げていくまでにどれぐらいかかるのかっていうことなんですけども、これをまあずっと連勝し続けても15試合必要になってくるんですよ。残り21試合中、まあ、15試合全て勝ってしまったら J2 の頂という景色は見えないんですけども、基本的にはまだ町田さんも15試合必要になってくるっていうところで、まだまだ全然わからないと。やっぱこの15試合の中でね、勝つ時もあれば負ける時、まあそれはもちろん岡山にも言えるんですけども、まだまだ全然諦めるポイントの差ではないのかなと、個人的にはこの表を見まして思いました。前半の締めくくりがですね、まあ東京ヴェルディにホームで今季初の逆転負けをしまして、そして先日アウェイで大分さん上位対決となったんですけども、そちらも0対1で負けてしまいまして、まあ、今季初の連敗となりました。前半終盤にかけて、まあ、今季初の逆転負けであったり今季初の連敗と、今シーズン始まって以来 この負け方っていうのが続いている分、やっぱりこう皆さんがっくり来てる部分もあって、この結果に対してまあ賛否両論あると思うんですけども、後半まだチャンスあるんじゃないのかなと、そういった思いで今回このようなね、勝ち点の差し引きというのをさせていただきました。 J2 の頂という景色を見るにはどういった条件が必要になってくるのか、といったことを動画に出そうかなと思いました。こちらの動画の方はパート2、パート3、もう毎試合毎試合やっていこうかなと思います。その毎試合やったその結果で、岡山と首位の J2 の頂を目指すための勝ち点差の差し引きはどうなのかといった動画をね、毎回上げようかなと思っております。ここから後半戦始まるわけなんですけども、まずはね、次節後半戦一発目ですよ。アウェイでヴァンフォーレ甲府と対戦します。我々はヴァンフォーレ甲府にホームで負けてます。まずはこの借りを返すところ。我々のホームで負けた借りを必ずアウェイの地で勝ちましょうよ。このユニフォームに割るようにこうね、稲妻走ってアグレッシブに戦ってもらって、
まずは甲府に勝つこと、そこが大事です。やっぱり目の前の1試合1試合に集中して、そこを全力で勝ちを取りに行く。その中でやっぱり結果っていうものはついてくると思ってますんで、まずはもう目の前の1試合1試合を全力で戦い、そして我々も目の前の1試合1試合全力で応援していきましょうよ。本当に J2 の頂きという目標に向かって賛否両論意見はありますけども、久我FCは残りの今シーズンも諦めることなく J2 の頂き、ただそれだけを目指して、それを目標にして全力で応援していきたいなと思っております。簡単に登れる山なんてないんです。険しい山を登り登り、辛い時も苦しい時もあるんです。それを乗り越えて見た頂きの景色っていうのはとてももう素晴らしい景色でございます。その景色を皆さんと共に見たいですし、選手たちも、そして監督スタッフ陣も全然まだまだ諦めてないと思いますんで、最後の最後まで応援しましょう。どこまでもファジアーノ岡山についていきます。そして選手たちを最後まで信じます。はい、といった感じで、こうやってね、毎試合毎試合ちょっと終わった後に J2 の頂きへの条件パート2パート3上げていきたいなと思っておりますんで、ぜひともこの動画が少しでも良かったと思った方はチャンネル登録と高評価、ぜひともぜひともよろしくお願いいたします。それではまた次回の空外 FC の動画でお会いしましょう。さよなら。